大正時代の踏み車踏み車とは、日本において、江戸時代中期以降に普及した足踏み用水器。人が車の羽の上に乗り、羽の角を歩くことで車を回し、水を押し上げるからくりを言う。別名を水車と称すが、現動機である水車とは、エネルギーの変換方向が異なる。治る意地のものは、アジアの稲作地域に見られる。 大倉長常の文政5年の著作、農具便利論巻の下によると、漢文年中に、大阪のお人橋の京屋七兵と京屋西兵が制作し、法歴から安永の頃までに、日本諸国に広まったと記録されている。水車、踏み車、農業便利論では一人足踏み用の寸法は、四尺五寸、五尺五寸の三タイプがあった。 このほか二人東洋の王者や手回しのお車もあった。先週、堺、摂州、大阪あたりでの踏み車の価格は四尺五寸は、大銀四十八門目、五尺は大銀五十五門目、五尺五寸は、大銀六十門目とある。エドワード・シルベスター・モースの日記には、1877年6月29日、栃木県でのこととして、男は、 器用に水車の上に立って車を回したと記しており、踏み車を回す。当時の日本人の様子を絵に描いている。地方史研究筆記では、文政5年の米価は、米一国、銀53.1問目とある。ありがとうございます。